一部週刊誌の報道は事実無根でございます。警察の捜査には全面的に協力をしたいと思っておりますが、まずはその結果を待ちたいと考えております。あらぬ疑いをかけられておりますので、弁護士とも相談し、必要な法的措置は検討していきたいと考えております。逃げ隠れするようなことでは全くありませんし、一方的な主張を言われっぱなしでは、地元をはじめ私を支持し信じてくださっている皆様方に申し訳ないと、こういう思いから今日は会見を開かせていただきました。私としては誠心誠意事実関係を今日含め説明をいたしまして、支援者の理解を求めてまいりたいと思っております。引き続き議員活動に精進することに揺るぎはございません。私自身の認識は、その相手の方が私に体を寄せてきたということであります。で、そこで、私はちょっといけないなということで、相手の方の肩に触れたという事実はございます。思いがけずそういうことがあったので、そこで、体勢を立て直すといいましょうかね、そのために肩に触れたという形であります。本日は相手の方の主張のようなことは一切ありませんということを申し上げさせていただきました。